さんこんにちは。今回はスマホが入るくらいの大きさのポシェットを編んでみたいと思います。使用する糸はダイソーのコットンヤーンで、カラーはスカイグレーを使います。こちらの糸は使用編み針の目安がかぎ針は3号となっているので、こちらを参考に今回は3号 2.2 ミリのかぎ針を使用します。鎖編み47目の作り目で編み始めます。指に糸をかけて、糸の向こう側から針を当てて手前に一度ねじってから引き抜き、結び目を作ります。次の引き抜きから1,2,3,4,5と数えながら鎖編みを47目作ります。鎖編みを47目作りました。次の段は細編みを編むので、立ち上がりの鎖を1つ編み足してから、鎖の裏山のこの糸を拾っていきます。この時に一番端のこの目は立ち上がりの鎖の裏山なので、ここを飛ばして2つ目のこの糸を拾って、糸を引き抜き、2本の糸を引き抜いて細編みを編みます。編み目が少し小さいので分かりやすいように、1つ目の細編みの頭にマーカーをつけておきます。次の鎖の裏山を拾って、細編み、次の目を拾って細編みと、1目に1回ずつ全部で47目の細編みを編みます。最後の鎖の裏山を拾って細編みを編んだら、この目にあと2回細編みを編み入れます。同じ場所を拾って糸を引き抜き、糸端をまたいでから2本の糸を引き抜いて細編みを編みます。もう一度同じ目に針を刺して、今度は糸端を針にかけてから糸を引き抜いて、細編みで糸端を編みくるみます。この一番端の目に全部で細編みを3目編み入れたら、今度はその隣のこの位置に針を刺して、作り目の鎖を反対から拾って、1目に1回ずつここから46目細編みを編みます。今拾った位置の隣の目に進んで、この2本を拾って細編み、隣の目に進んで細編み、隣の目と編み進めていって、糸端はこの辺りまで編みくるんであれば十分かなと思うので、この位置に残して、次の目からは糸端は編みくるまずに1目に1回ずつ細編みを編み進めます。
つ目の細編みを編むときに拾ったこの一番端の目まで拾って細編みを編んだら、最後にこの位置にもう一度細編みを編んで、マーカーをつけていた一つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。次の段からは往復編みをしていくので、一つ目に拾う位置がわかりやすいように最後に編んだ細編みの頭にマーカーをつけておきます。この状態で一つ目の細編みの頭を拾って引き抜きでつなぎます。次の段から4段で一模様の模様編みをしていきます。模様編みの1段目は少し緩めに糸を出して鎖1目で立ち上がります。向きを変えて、この段はいつも拾っているこの頭の2本ではなく、この2本のうちの奥側にあるこの1本だけを拾って編んでいきます。1つ目は中長編みを編みます。中長編みは針に糸をかけて目を拾って糸を引き抜き、針にかかった3本の糸を一度に引き抜いて編みます。この目についていたマーカーを今編んだ中長編みの頭に動かしておきます。次の目から細編みを続けて5目編みます。同じように奥側のこの1本だけを拾って細編みを続けて5目編みます。細編みを5目編んだら、次は中長編みを1目編みます。次は長編みを続けて5目編みます。長編みは針に糸をかけて目を拾って糸を引き抜き、針にかかった3本の糸を針先側の2本、残りの2本と2回に分けて編みます。同じように長編みをあと4目編みます。この段は今編んだ中長編み1目、細編み5目、中長編み1目、長編み5目の全部で12目の模様を繰り返して編み進めます。中長編みを1目編んで、細編みを5目、中長編みを1目編んで、長編みを5目、
繰り返しの最初に戻って中長編みを1目細編み5目と編み進めます。この段はこのような波形の模様編みになります。最後は繰り返しのパターンの最後の5個目の長編みがこの段の最後の1目のマーカーの位置と合うはずなので、もし合わない場合はどこかで目数が間違えている可能性があるので確認して編み直します。最後の目を拾って長編みを編んだら、今編んだ長編みの頭にマーカーを移して、マーカーをつけていた一つ目の中長編みの頭に引き抜きでつなぎます。次の段は細編みを1段編みます。鎖一つで立ち上がって向きを変えて、マーカーをつけていた最後に編んだ長編みの頭から拾います。この段は半目ではなく頭の2本の糸を拾って普通に細編みを編みます。このマーカーを今編んだ細編みの頭に動かして1目に1回ずつ細編みを編みます。この段の最後はマーカーのついている目まで拾って細編みを編んで、このマーカーを今編んだ細編みの頭に動かしてから一つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。次の段は模様編みの1段目と同じように少し緩めに糸を出して鎖1目で立ち上がります。向きを変えて、この段は頭の2本を拾うのではなく2本あるうちの奥側のこの1本を拾って編んでいきます。1段目と同じように始めは中長編みを1目編みます。このマーカーを今編んだ中長編みの頭に動かして、次の目から長編みを続けて5目編みます。すべて奥側の半目を拾って長編みを続けて5目編んで、次は中長編みを1目編みます。
度は次の目から細編みを続けて5目編みます。この段は今編んだ中長編み1目、長編み5目、中長編み1目、細編み5目の12目を繰り返して編み進めます。1段目と細編みと長編みの位置が逆になるような模様編みになります。中長編みを1目編んで、長編みを5目、中長編みを1目編んで、細編みを5目、繰り返しの最初に戻って中長編み1目、長編みを5目と編み進めます。このような感じで1段目の模様とは逆の波形になるような模様編みになります。この段の最後は繰り返しの最後の5個目の細編みが最後の1目のマーカーの位置の目と合うはずなので、ずれていたら途中で間違えていないか確認します。マーカーを最後に編んだ細編みの頭に動かして、一つ目の中長編みの頭に引き抜きでつなぎます。次の段は細編みを1段編みます。鎖一つで立ち上がって向きを変えて、マーカーをつけていた最後に編んだ細編みの頭から拾い始めます。この段は半目ではなく頭の糸を2本拾って普通に細編みを編みます。このマーカーを今編んだ細編みの頭に動かして1目に1回ずつ細編みを編みます。この段の最後はマーカーをつけていた目まで拾って細編みを編んで、このマーカーを今編んだ細編みの頭に動かして一つ目の細編みの頭に引き抜きでつなぎます。
回の模様編みは今編んだ1段目から4段目までの繰り返しになります。この波型の模様を 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 段編んだところで最後細編みの段で編み終わりにします。細編みの段を編み終えたらもう一度糸を引き出してこの糸を使ってファスナーを縫い付けたいので縫い付ける用の長さを残してカットします。大体この縫い付ける1周分の長さの今回は 3.5 倍ぐらい長さを残してみました。最後の編み終わりの輪の部分を引っ張ってこのような感じで結び目を作って編み終わりにします。ファスナーを縫い付ける前にファスナーの位置を合わせるためのマーカーをつけておきます。少し今段の境目がポーチの脇の部分からはずれてしまっているのでポーチを自然に折りたたんで端の位置になる目を決めます。この2目が側面あたりの位置になると思うのでこの目にマーカーをつけます。今回は1段を96目で編んでいるので半分の48目の位置にマーカーをつけます。マーカーをつけた隣の目から数え始めて1,2,48目のこの目にマーカーをもう一つつけておきます。念のため反対側のこの目から反対側のマーカーのついているこの目も含めて48目になっているか確認しておきます。目数が合っていたのでファスナーの位置を合わせていきます。今回使用するファスナーはキャンドゥで4本セットで売られている 20cm の長さのものです。ファスナーを開けてこちら側のこの小さい金具を隣の目の位置に合わせます。この位置に合わせて編み地とファスナーがたるまないようにクリップで留めます。ような感じで位置を決めたらファスナーを縫い付けていきます。今回はこのファスナーの目が細かいところと粗いところの境目から糸3本分くらい下の位置を縫い付けていこうと思います。今編み終わりの糸がマーカーから2目隣の位置あたりになっているのでこのマーカーの隣の隣の目に針を刺してファスナーの金具から少しずれた位置の縫い付けラインのあたりに針を刺します。編み目の細かいところと粗いところの境目から糸3本分ぐらい下のこの位置に針を刺しました。はじめの部分はファスナーをこのような感じでくるみたいのでファスナーには刺さずにこのままマーカーの隣の目に針を刺します。このファスナーに巻きつく糸が金具よりも少し左寄りになるように調節します。もう一度隣の目に針を刺して最初に刺した位置と同じあたりの位置に刺します。同じ位置を通してファスナーに2回巻きつけてから縫い付け始めます。糸を引っ張ってしっかりとたるみを取ってから
一度最初に針を刺した位置と同じ位置に針を刺して、次からこのレールに沿ってこの位置をまっすぐに縫いつないでいきます。編み目1目分くらい進んだあたりに針を刺して、この段の境の引き抜きをまたいで隣の細編みの頭に針先を通します。この先は1目ずつ拾って縫い付けていくので、縫い付けやすい方法で縫い付けていってください。私の場合はこの縫い目の隙間が開かないように縫い付けたいので、隙間が空いてしまったら1目戻って、同じ目に2回通して隙間を埋めながら縫いつないでいきます。クリップの位置まで来たらクリップをどかしながら、反対のマーカーの一つ手前の目までまっすぐに縫い付けます。片側をまっすぐに縫い付けてきて、マーカーの隣の目まで来たらこの位置で折り返します。マーカーを外して、マーカーがついていた目を拾って、縫い終わりの位置の同じくらいの位置のこのレールの際に針を刺します。このような感じで縫い終わりの位置のそのまままっすぐ上に進んだあたりの位置に針を刺したら、この縫い終わりの位置に針を刺して、マーカーがついていた細編みの隣の細編みの頭に針先を通します。もう一度マーカーがついていたこの位置に針を刺して、ファスナーのところも同じあたりの位置に刺します。ファスナーを閉じて、今糸が出ている向かいのあたりの位置に針を刺します。こちらもファスナーのギリギリの位置に針を刺して、こちら側は今つながっている細編みの隣の細編みに針先を通します。次の目に進んで、編み目が細かいところと粗いところの境の位置から糸を3本分くらい離れたこの辺りに針を刺します。一度戻ってこの位置に針を刺して、もう一度隣の目に針を刺してから糸をしっかりと引っ張ります。次は編み目1目分進んだあたりに針を刺して、
今つながっている隣の細編みを拾います。この先はまたこのファスナーのレールに沿ってまっすぐに縫いつないでいくので、こちら側のこの小さい金具をマーカーのついている目と合わせてクリップで留めます。編み地とファスナーがたるまないように合わせてもう一箇所クリップで留めてから縫い付け始めます。次の目を拾って糸が出ている位置から1目進んだあたりに針を刺します。針をポーチの中に入れて一度少し締めてみて、このような感じで綺麗に縫い付けられてるかなと思うので、このまま続きを縫い付けていきます。裏から見てこの縫い目の隙間を埋めるために1目戻って一度隣の目を拾います。1目進んで隙間が空いていないので、また次の目に進んで隙間が空いたら戻るというような感じで、反対側と同じようにまっすぐに縫いつないでいきます。今度はこちら側をずっと1目ずつ拾って縫いつないで、反対のマーカーの1つ手前の位置までつなぎます。こちら側もまっすぐに縫いつないで、マーカーの隣の目まで拾いました。この終わりの部分は始めと同じようにファスナーに巻きつけたいので、マーカーの目を拾ってこのままこちら側からファスナーには刺さずに内側から縫い目の終わりの部分に針を刺します。このファスナーに巻きつける糸は金具よりも右側に来るように調整します。もう一度隣の目を拾って二重に巻きつけてから、マーカーをつけていた目を拾って糸を内側に出します。最後にこのファスナーの端の部分を縫い付けます。金具よりも少し端寄りの位置に針を刺して、このような感じで縫い付けます。反対側のファスナーに針を刺して糸が二重になるようにもう一度巻きつけます。これでファスナーの縫い付けは終わりになります。このままこの糸を使ってベルトを縫い付けたいので、糸にこの位置が近そうなあたりから糸を表に出してこのまま残しておきます。
残り糸とダイソーで購入したボタンを使ってベルトを編みます。使用するボタンはダイソーのワンタッチホックという商品で、このような感じで指でパチンとはめるだけでボタンが付けられるようなものになります。こちらは 13mm の大きさでホワイトのカラーです。あとは鎖編み25目の作り目で編み始めます。結び目を作って1,2,3,4と数えながら鎖編みを25目作ります。鎖を25目作ったら細編みで編んでいくので、立ち上がりの鎖を1つ編み足して、鎖の裏山の1つ目を飛ばして2つ目から拾って細編みを編みます。1段目は作り目の鎖の裏山をすべて拾って1目に1回ずつ細編みを編みます。すべての鎖の裏山を拾って細編みを編んだら、鎖1目で立ち上がって向きを変えます。この段でボタンをつけるための小さい穴を開けたいので、細編みを2目編んだら、鎖編みを1目編んで1目飛ばして2つ目を拾って細編みを編みます。このような感じで1目分の小さい穴を開けておきます。反対側にもボタンをつけるので、この段の終わりから 1,2,3 4つ目まで細編みを編みます。3目残して端から4目目まで細編みを編んだら、鎖を1つ編んで残りの2目を拾って細編みを編みます。次の段も鎖1つで立ち上がって向きを変えて細編みを編みます。下の段で鎖編みを編んでいるところは、鎖の裏山とこちらの2本の糸の間に針を刺して、上側の2本の糸を拾って細編みを編みます。反対の鎖の位置まで下の段の細編みの頭を拾って細編みを編み進めます。反対側のこの鎖1目の部分も同じように裏山と2本の糸の間に針を刺して、この位置に細編みを編みます。残り2目の細編みを編み進めて、もう一度糸を引き抜いて編み終わりにします。そのワンタッチホックをつけます。特に裏表が決まっているわけではないんですけれども、この鎖の編み目が見えている方が表がいいかなと思うので、こちら側にこのツルツルした面が合うようにボタンをつけます。端から 1,2,3 3つ目の位置に穴を開けているので、この位置に通して、反対からパーツをはめます。こちら側も鎖が見えている方が
このツルツルとした面になるように向きを合わせて穴から通してパーツをはめます。このような感じに仕上がりました。このパーツをポーチのこの位置に縫い付けます。この糸端が出ている位置から 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 のこの目まで縫い付けたいと思います。反対側も同じように端から12目の位置にマーカーをつけておきます。糸が出ている位置と合わせてだいたい3つ目くらいの位置かなと思うのでこの位置に針を刺します。次の目を拾ってで、この並びの目を上側の糸だけ拾ってつないでいこうかなと思います。次の目を拾ってここは並縫いでつないでいきます。このボタンの部分は編み目がボタンに入ってしまっているのでもし拾えるようだったら拾える糸を拾って拾えない場合はこのままこちらの編み目の糸を拾って拾える位置まで進んでからこちらの糸を拾います。今回はこことこの位置が拾えそうなのでそれぞれ拾って本体に縫い付けます。一番端まで縫いつないだら今度はこの部分を縫い付けます。ファスナーを閉じてなるべくまっすぐになるように位置を合わせて適当に針が刺しやすそうなとこに刺して位置を合わせて反対側も同じように縫い付けていきます。他の位置まで拾ったらこの位置と最後の段の細編みの頭を合わせて1目ずつ拾ってつなぎます。マーカーの位置を拾ってこの
の位置は初めの2目が止まっていなかったので、次の目を拾ってこのまま針を内側に刺したところで縫い終わりにしようと思います。この位置で裏目を一度拾って、もう一度同じ目を拾って、できた輪に針を通して糸を結びます。このまま糸をカットして、この終わりの結び目の部分にボンドをつけて、ファスナーの端の部分で隠しておきます。反対のファスナーの部分はこの長さが気になる場合はカットしておきます。今回はこのままこちら側もボンドでつけておいた方が編み地が伸びにくくなるかなと思うので、逆側と同じようにボンドをつけて内側に貼り付けておきます。ここまでで大体一玉分の糸を使用しました。今回はダイソーで購入したこちらのカバンハンドルを使用します。サイズが直径11センチの大きさのもので、シルバーとゴールドが売っていたのですが、私はシルバーを購入してきました。こちらは100円で2個入っている商品になります。今回は1つだけ使用します。ショルダー部分は鎖編み200目で編み始めます。使っていくうちに伸びるので短めにしておくのがおすすめです。最後に編んだ鎖から10目の位置にマーカーをつけておきます。ハンドルに細編みを編みつけます。ハンドルの輪の中から針を刺して糸を引き抜き、針にかかった糸を引き抜いて細編みを編みつけます。この部分は糸を引っ張ってきっちりと引き締めておきます。次に鎖編みを10目編みます。鎖編みを10目編んだら、先ほどマーカーをつけた位置の隣の鎖の裏山を拾います。この位置を拾って細編みを編んで、ここからすべての鎖の裏山を拾って1目に1回ずつ細編みを編みます。このまま持ち上げてしまうとハンドルの重みでかなり引っ張られてしまうので、ハンドルを小指にかけて編み進めると少し編みやすいかなと思います。一番端の鎖の裏山を拾って、糸を引き抜いたら糸端を針にかけてから細編みを編みます。このまま鎖編みを10目編みます。今編んだ鎖と細編みにねじれがないか確認してから、ハンドルに細編みを編みつけます。輪の中に針を刺して糸を引き抜いて細編みを編んで、
糸をしっかりと引っ張ってたるみを取ります。鎖編みを10目編んで、一番端の細編みの頭を拾って細編みを編みます。この時に編み地は表向きではなく、裏目がこちらに見えているような状態になります。一つ目の細編みを編んだら、念のためもう一度編み地にねじれがないか確認しておきます。ねじれなくつけられていたので、このまままた1目に1回ずつ細編みを編んでいきます。最後の1目を拾って細編みを編んだら、また鎖を10目編んで、編み地にねじれがないかを確認してからハンドルに細編みを編みつけます。鎖編み10目を編んで、先ほど編んだ段の一番端の目を向きを変えた裏から拾って、ここから細編みを編み始めます。最後の1目まで細編みを編んだら、鎖10目を編んで、持ち手に細編みを編みつけます。糸を引っ張ってたるみを取ってから、鎖編み10目を編んで、ここで編み終わりにするので、最後はこの編み地の下を通して、作り目の鎖の一番端の目を拾って引き抜きでつなぎます。もう一度糸を引き出して、糸端の処理用に少し長さを残してカットします。編み終わりの糸はこちら方向に目を拾うのではなく、横向きにこのような方向に目を拾って糸端の処理をします。この糸端を処理するときに、反対側の糸端もくるみながら目を拾うと、まとめて糸端の処理をすることができます。このような感じでショルダー紐が出来上がりました。最後にこのベルトの部分の糸端にタッセルをつけます。この2本を肩結びにして、適当な長さに切った糸を束にして真ん中を結びつけます。
結びにしっかりと結んで、糸の束を結んだ位置で半分に折ります。とじ針の糸を通す穴が結び目の方に来るように合わせて持って糸を巻きつけます。2周か3周巻きつけたら、糸端を反対向きに変えてからまた何周か糸を巻きつけます。最後は糸端を針に通して針を引っ張って結びます。端の糸の長さを切り揃えて完成です。これで出来上がりになります。このベルトの部分はハンドルの部分に引っ掛けてボタンを留めて使うことができます。以前作ったこちらのチャームポーチを一緒につけて使ったら可愛いかなと思って糸を合わせて作っています。この他にこのポーチにリングがついているので、こちらも以前に作ったミニポーチなのですが、このようなポーチをつけても可愛いかなと思います。出来上がりの大きさは、幅が 16.5 センチ、高さが9センチ、マチが1センチくらいで、 iPhone 11がぴったりと入る大きさのポシェットになっています。実際に持ってみるとこのような感じになりました。最後まで見てくださりありがとうございました。